どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日は久しぶりにですね、新パックのレビュー動画やっていきたいなと思います。新パック来ました、ロードオブシャイニング、いいヒーローですね。なんかあれですね、いいヒーローの融合体はですね、まあこんな感じでメインとか、まあミニとかも含めてなんですけど、 UR 枠で収録されること多いですよね。これいいヒーローを使うんだったら、いろんなパック向けよっていうことなんでしょうか。まあこいつですね、表紙のモンスターいいヒーローザ・シャイニングですね。こいつは一応こいつだけ先にどんなやつかっていうのを説明させていただくと、いいヒーローと光属性のですね融合できるってやつで、このカードの攻撃力はゲームから除外されている自分のいいヒーローと名の付いたモンスターの数かける300ポイントアップなんですよね。だから例えばミラクルフュージョンとかで、いいヒーロー2体とか除外しているとこいつの攻撃力が3200に上がるっていう、まあそういう風なモンスターです。さらにこのカードがフィールド上から墓地へ送られた時にですね、ゲームから除外されている自分のいいヒーロー2体まで手札に加えます。つまりネオスフュージョン来ましたよね。でミラクルコンタクトと合わせるといいヒーローネオスが割と墓地から除外ゾーンに行きます。いやネオスフュージョン3枚目腐ることあったと思うんですけど、こいつかませば、一旦手札にネオスが戻ってくるから、もう一回ネオスフュージョン打てるようになるっていうですね、そういう風なカードです。まあ、そこまでねデュエルが長期化するかどうかわかんないけれども、そういう風なカードなのですごく強いと思います。じゃあ実際にどんな感じのテーマがあるのかっていうのを見ていきたいと思います。まず個人的に一押しっていうか、多分一番強いなって思っているのはインベルズなんですよ。ただ一番使いたいなと思っているテーマは何かっていうと、打天使。打天使ってどういうテーマかっていうと、まあこういう感じでめちゃくちゃ可愛いテーマなんですよね。で可愛いっていうのはまあ置いといて、いや置いてか大事なのよね、やっぱり。で思い入れっていうのはどうやってできるかっていうと、僕の場合はやっぱ一番は可愛いから入るんですよね。この子めちゃくちゃ可愛くて、すごくタイプですね、イシュタム。でそれは置いといて、打天使どういうテーマかっていうと、大型を結構横展開していくテーマじゃないかなっていうのは思ってます。じゃあどうやって展開 していくかっていうとですね、魔法カードが来ています。これです、打天使の階段。これは一旦に1枚しか発動できないという効果があるんですけど、自分の墓地の打天使モンスター1体を選んで守備表示で特殊召喚できます。だからこれで墓地をどんどん大型肥やしていって、打天使をでこいつで釣り上げてくるっていう風なカードになります。だからこれがキーカード、めちゃくちゃ。じゃあ、実際のモンスター見ていきます。モンスター自体もすごく強いんですよね。まずこのイシュタムっていうのがですね、2つ効果があって、まず、手札からこいつとあと打天使カード1枚捨てて、デッキから2ドローできるんですよ。だからこいつプラス墓地に肥やしたい打天使落としつつ2枚、デッキを掘りに行くっていうですね、すごく強いカード。しかも守備力2900プラス、もう1個効果があって、1000ライフポイント払ってですね、墓地の打天使魔法トラップカード1枚を使用できます。効果適用できます。使用じゃないですね、効果適用です。だからさっきのこれですよね、階段とかだったら、じゃあイシュラム効果でって言って、こいつ適用でって言ったら、墓地から打天使モンスターを特殊召喚できるんですよね。めっちゃ強いです。でさらにその後ですね、そのカードをデッキに戻します。でしかも相手ターンでも使えるっていう、こいつめちゃくちゃ強いよね。可愛いし強いし、もうこんなん絶対使いたいやんっていう風なカードです。でじゃあこのイシュタムをじゃあ蘇生させたらいいのかっていうと、それじゃああんまりアドが取れなくて、じゃあ何を蘇生するのか、こいつです、スペルビアです、打天使スペルビア。こいつはですね、墓地からの特殊召喚に成功した時に、こいつ以外の墓地の天使族モンスター1体を特殊召喚できます。つまり横に並べれるんよね。でイシュタムっていうのは天使族なんですよ。まあ打天使だからね、まあ打天使っていうぐらいだから天使族なんだけど、でこいつ例えば、イシュタム効果でスペルビアとイシュタム捨てて2ドローします。で階段使います、特殊召喚します、さっき捨てたスペルビア、特殊召喚しつつイシュタム出しますっていうと、あら不思議、手札が1枚増えて大型2体並んじゃったみたいなね、そんな盤面が作れます。これ聞くとめちゃくちゃ強いでしょっていう風なのがテーマです。じゃあ他に何が来てるかっていうと、ディザイアです。こいつも強いっす。こいつは今のやつだったら、ちなみにちょっと話前後するんだけど、階段止められたりするじゃないですか、それ嫌じゃないですか。でもこいつディザイアってめちゃくちゃ強いんですよね。これ特殊召喚できないんですけど、天使族1体をリリースしてアドバンス召喚っていうですね、魔法カードを絡まずに召喚することもできるんです。こいつがアドバンス召喚に成功した時に1ターンに1度ですね、
相手フィールド上のモンスター1体を選択して発動できます。で、自分自身の攻撃力1000ポイントダウンしてそいつを墓地へ送ります。これ破壊じゃないので耐性関係ないよね。で、攻撃力3000あるからそれでも2000になるだけなんだけど、墓地に送っちゃうんで、例えば支援とかだってポイって捨てれます。こいつがすごく強いです。だ、天使族のテーマにすごく入れやすいんですよね。あのパーミッション型のものが強化されたんですけど、そこに入れてもいいんじゃないかなって、あとでまあそこは話していこうかなと思うんですけど、横展開していった後にディザイア召喚でっていうと、すごく強いです。じゃあ他どういうカードが来てるかっていうと、例えばこのルシフェル、こいつはアドバンス召喚に成功した時に発動できてですね、相手フィールドの効果モンスターの数まで手札デッキから打天使モンスターを特殊召喚することができるんですよ。あとはですね、自分フィールドに他の打天使がいるときにこいつこうカードの対象にできないんですよね、相手は。さらに1ターンに1度自分のメインフェーズ時に、フィールドの打天使モンスターの数だけデッキの上からカードを墓地に送ります。では墓地肥やししたいテーマだから、そこで墓地を送るっていうだけでも強いんだけど、その効果で墓地を送った打天使の数かける500ライフ回復するんですよね。特殊召喚できないけれども、相手のフィールド依存だけれども横展開ができるっていうカードです。だからね、まあこいつ3000でそこのステータスもすごく高いんだけど、まあじゃあこいつ使えるのかっていうとちょっと使い方難しいかもしれない。こいつは2体リリースのアドバンス召喚だし、相手フィールドに効果モンスターいなきゃただのバニラだしっていう、ちょっと使いづらいかもしれないですね。だから今のところ出てきたのはイシュタム、スペルビア、ディザイア、こいつらめっちゃ強いです。それと階段が強いです。ただ階段 R なのがね、ちょっと規制はしやすそうなのがちょっと気がかりかなとは思います。あと強いっていうか、あと出ているのはマスティマです。こいつです。マスティマはですね、1ターンに1度しか特殊召喚できないっていう効果、テキストと、あと2の効果は1ターンに1度しか使用できないっていうのがあるんですけど、まあ、こいつどうするかっていうと、まず手札からこのカード以外の打天使2枚を捨てて特殊召喚できます。特殊召喚できるってだけ強いですよね。特殊召喚してディザイアとかだと、支援突破できます、こいつの効果でね。でマスティマなんですけど、特殊召喚効果がまあ1です。で、もう1つ2の効果はあの1ターンに1度しか使えないんだけど、1000ライフポイント払って自分の墓地の打天使魔法トラップを1枚を、対象として発動できる、それの効果を適用するっていう風な感じです。だから高校だったら例えば、イシュタム使ってシャカシャカして、で階段使おうとして止められたら、次、マスティマ出して、でマスティマで階段の効果使って横に並べて、でその後にディザイアアドバンスとか、まあ、そういうのもできますよね。だから割とシャカシャカできるデッキで、かつ大型がガンガン並ぶので結構面白いと思います。あとねモンスターなんだけど、ユコバックっていうのもいるんですよね。こいつです。こいつあの下級で来てます。召喚、特殊召喚に成功した場合に発動できると、デッキから打天使カード1枚墓地送れます。だからここで墓地に送るのがモンスター、例えばスペルビアとかでもいいし、階段でもいいですよね。で他にですね、来ているサポートカードとしてはトラップカードがあとあってですね、まあ、詳しくは見ていただきたいんですけれども、例えば親族の打天使とかかな、1ターンに1枚しか発動できない、で手札および自分フィールドの表側表示モンスターの中から打天使を1体墓地へ送って発動できると、フィールドの効果モンスター1体およびその効果をターン終了時に無効にして攻撃力分だけ自分のライフポイントを回復するっていうものなんですよね。例えばこれで、ラバゴ対策をしつつですね、相手の効果を無効にできるっていうですね、強力カードです。まとめると打天使は、階段を使って横に並べていくテーマです。大型をどんどんで大型どんどん並べていって、場を制圧していきます。効果自体も優秀です。ただ出すのが難しいっていうね、階段ありきなので、この階段をどうやって通していくかっていうところが一つまあキーになるんじゃないかなとは思ってます。でさらに親族の打天使っていう相手のモンスターの効果を無効にしつつライフを回復するっていうですね、強いトラップカードが来てます。でこいつらをイシュタムとかの効果で、使い回すことができると、そういう風なテーマになります。なんとなくお分かりいただけましたでしょうか。で、その他のテーマとしてはまあ個人的には今のはですね、打天使はイシュタムがすごい可愛いからまあ練習したいなと思っている、調整したいなと思っているテーマなんですけど、まあガチデッキっていう意味でいくと、まあ打天使も多分強いんだけどね、支援が結構きついなっていう印象があって、ただインベルズは強いと思う、普通に。
で、インベルズで来てるカードとすると、例えばこのモースですね。こいつはインベルズをリリースしてアドバンス召喚に成功した時に1000ライフ払って相手フィールドのカード2枚まで選択して持ち主の手札に戻すんですよ。これやばくないですか？バウンスですよ、いわゆる。アドバンス召喚だからちょっと遅いんじゃないかって思うかもしれないんですけど、後でちょっと説明します。ただ一つ言えるのは、一体リリースで出てきて、かつバウンスっていう意味わかんないモンスターです。であと、モースの他に強いカード来てまして、ギラファですね。こいつはインベルズと名の付いたモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚できるから、まあ、実質こいつも星6とかと同じような扱いなんですけど、相手フィールドのカード1枚選択してですね、それを墓地送って1000ライフ回復します。いや、墓地送るってやばくない？破壊耐性関係ないからね。じゃあ支援墓地送ってくださいみたいな、そんなんができるんで、こいつめっちゃ強いです。意味わかんないです。で、しかもライフまで回復しちゃうっていう強いカードです。で、こいつら実際出すの遅いんじゃないかって、どうやって出すんだよっていうところなんですけど、来てるんですよ、サポートが。インベルズの魔細胞、こいつはですね、自分フィールド上にモンスター存在しない場合、手札から特殊召喚できるんですよ。だから、なんもない、高校時とかね、例えば。高校時、じゃあ、魔細胞、特殊、いきます。なんもないですか？二刀流発動できないですか？あ、じゃあ、みたいな。モンス出しまーす、とかね。モース出して、2枚手札に戻します。じゃあ支援と二刀流戻してもらっていいですかみたいな、もしくはこいつじゃない、ギラファ召喚します。その支援墓地送ってもらっていいですか、二刀流、あ、ごめんなさい、1枚しかないんで発動できないですみたいなこととかできます。で、それした後にネオスフュージョンですよ。ネオスドーンみたいな、はい、4000ありがとうございましたっていうのができます。あとはこいつ石膏はですね、ちょっと遅いんだけど、魔法トラップ存在しないときに、メインフェーズ1に開始できる、まあ簡単に言うと蘇るなんですけど、墓地から特殊召喚できるんですよ。で、この効果発動するターン、この効果以外ではモンスター特殊召喚できないから、ネオスフュージョンとの噛み合わせはちょっと悪いんですけど、先にネオスフュージョンでこいつ落としとくことができます。で、さらにこのカード、インビルズと名の付いたモンスターのアドバンス召喚以外のためにはリリースできないっていう、シンクロ素材にもできないっていうカードなんですけど、こいつがいるとインビルズ版よみがえるなんで、毎ターン毎ターンですね、状況を出すことができます。だからこいつじゃあ3積みするカードかっていうと、どっちかっていうとネオスフュージョン経由で落としたりとか、まあ素引きしてもまあ OK って考えると、2枚ぐらいの採用かな、おそらく。今思ってるのは、石膏に積んで、まあ細胞3かな、今思ってるのはね、積んでってやると、うん、強いんじゃないかな。2、3、これで5枠でしょ。で、ネオスフュージョン3のネオス2でしょ。で、これで10枠でしょ。で、こいつギラファ3、モース3で16でしょ。で、あと4枚は、そうだな、まあ狡猾1、エネコン1、クリボール2とか、もしくはよみがえるとかも相性いいかもしれないですね。いや、よみがえるは微妙か、それだったらリリースできないか、ま、とか、そんな感じで考えてるんですけど、仮組だとしてもまあまあ普通に強いんじゃないかなと思ってるんですよ。でっかいのガンガン出てくるしね。だから爆干渉できないから局所とかでもいいかなと思ってるけど、まあそこはちょっとまだ要検討っていう感じです。というふうな感じで、面白いテーマなので、インベレズは今の普通にさらーっと言っただけだけど、多分ね、調整していったらどんどん形変わってくると思うんですよ。ちょうどいいバランスとかに、楽しみです。インベルズはめっちゃ楽しみです。あとはパーミッション系かな、要はカウンタートラップとかで盤面制圧していく系なんだけど、こいつが強くてですね、アークパーシアス、こいつどういうモンスターかっていうと、まあ、手札か墓地に存在するときにカウンタートラップか、要は無効にしたとき発動、自分の手札フィールド墓地からですね、このカード以外の天使族を2体除外して特殊召喚できるという効果あります。まあ、ここはぶっちゃけ正直そこまでかなっていうところなんですけど、2と3の効果がやっぱ強くて、守備表示モンスターを攻撃した時に、まあ、貫通がつきます。2800の貫通は普通に強いです。いや、ロック系のデッキはこいつでめちゃくちゃ取れると思います。で、さらにこのカードが相手に戦闘ダメージ与えた時にですね、パーシアスカードまたはカウンタートラップカード1枚手札に加えれるんですよ。貫通かつ、サーチがあるっていう、こいつは強いです。出せれば。どうやって出していくのか。アドバンス召喚をご丁寧にしていくのか。
違うんですよね。これです、リンネのパーシアス。モンスターの効果魔法トラップカードが発動した時に手札のカウンタートラップ1枚相手に見せて、さらに手札を1枚捨てて1000ライフ払ってって、めっちゃ結構強いんだけど、あの条件厳しいんだけど、あの無効にしてパーシアスモンスターを特殊召喚できるんですよ。それ出してくると。ただね、まず、モンスターの効果魔法トラップカードが発動した時にカウンタートラップ手札いないとダメなんよね。でかつこいつ伏せてないとダメなんですよ。だからちょっともしかしたらハンドの要求値高い。でさらに1000ライフ払って、だからでさらに手札1枚捨てないといけないから、ちょっと要求値高いんだけど、カウンタートラップで防ぎつつデッキからパーシアス出してくるっていう、まあそういう風なカードです。デッキの中にいてないとダメなんでね。だからパーシアス1積みだったらちょっとしんどいかもしれないです。あの手札にですね、先行時でも 20% 来ちゃうから、20枚デッキだったら。それだったらあのデッキ枚数増やすかパーシアス2枚なんかなっていうところだとは思ってます。ぶっちゃけパーシアスに関してはデッキちょっと厚くてもいいと思います。デッキから取ってきたいから、むしろデッキにいててほしいからっていう風に思ってます、パーミッション系に関しては。あとはですね、ミネルヴァですね。こいつもあの、強化できてます。このカードがモンスターゾーンに存在する限りカウンタートラップ発動するために500ポイント攻撃力がアップする天使族です。でさらに天空の聖域が存在する場合、発動したカウンタートラップと異なるカウンタートラップカードを墓地から手札に回収できます。だこいつがいるとリソース尽きないっていうねやつです。であとはこいつ、力天使バルキリア。こいつはですね、ターン1しか効果使えないんですけれども、あのモンスターの効果魔法トラップカードの発動無効した時にデッキから天使族光属性を1体手札に加えることができるんですよ。だからこいつがいることによってですね、サーチができると。だからすごく相性いいです。こいつと、ミネルヴァ、こいつ使うことによってリソースを切れないようにすることができます。であとパーシアスの神域ですね。これフィールド魔法じゃなくて永続魔法です。まずこいつがある限り天空の聖域になります。でさらに、天使族が攻守300アップして、さらにフィールドにセットされた魔法トラップは効果の対象にならないし、効果では破壊されません。さらに1ターンに1度自分の墓地の天使族モンスターおよびカウンタートラップの中から合計3枚まで選択して好きな順番でデッキに戻すことができます。だからこいつもあのアドを回復するカードだし、打点補助になりますよね。こいつがあれば、例えばこいつは2100打点になりますし、ミネルヴァに関しては2000打点まで上がるので打点補助として有能です。他に来ているカウンタートラップとしては逆探とかも来てます。こいつは、トラップカードが発動した時に発動無効にして、持ち主のデッキにこれ戻すことができます。こういう風な、コストがね、緩いカウンタートラップも来ているのでいいと思います。で他にじゃあ来てるのはテーマとしてはまあそんなもんなんだけど、これも強いっすね。太古の白石ホワイトオブエンシェント、これでブルーアイズ強化来てます。墓地を送られたエンドフェーズ時にブルーアイズモンスターを特殊召喚できます。さらに墓地のこのカード除外して墓地のブルーアイズモンスターを手札に加えることもできます。これね、あのミラクルフュージョンとはちょっと相性悪いんですよ。ミラクルフュージョンだったら何が相性悪いかっていうと、ミラクルフュージョンは使ったターン、もうその後特殊召喚できないよね。でもこれはそのターンの墓地を送られたターンのエンドフェーズ時に、ブルーアイズモンスターを特殊だからちょっと相性悪いんですよ。だからネオスフュージョン絡ませるのか、それとも違うもう完全にブルーアイズ軸になるのか、ブルーアイズモンスター軸になるのか分かんないけれども、ただこれがあるだけでブルーアイズは幅が広がったんじゃないかなと思います。でもう一つ雷光ですね。雷光に関してはリバースした時にフィールドのカード1枚を選んで破壊です。対象取ってないです。で雷光、リバースしました。何か相手ありますか？何もないですか？何もないんだったらじゃあこれ、破壊してくださいになります。6部衆がいるからちょっとそこが微妙なんだけれども、選んで破壊はやっぱ強いです。はい、ではいかがだったでしょうか。これが新パックになります。まあ、打点仕組みたい、インベルズ強いと思う、そしてブルーアイズ関連強化きたーっていう感じです。一応あと聖騎士とかもね、なんかいろいろ来てるんだけれども、よかったら皆さん詳しくはですね他にも見てください。で個人的には早めにインベルズ回して強そうなんだったら、あの初心者の方にはミニパックだしおすすめしたいなと思っております。では、今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録、高評価ぜひともお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。